life, every day, late at night, not okay. はい、牛久大仏です。行きましょう。よこ、え、こんなに広いの？ね、これさ、まんさささって岩頭行けんの？いかんね。さささささやで。地上85メートルの展望台へ行きます？え、せっかくやから展望行きましょうね。この胸の、あ、胸のあたりまで行けんの？胸のあたり、ね、胸のあたりまで行きましょう。はい、行ってみますか。帰りこれ買ってこ。納豆、納豆好き、納豆好き。これマジで美味しい。わかった。イタリアンじゃ初めて見たわ。あ、これイタリアンこれなの。はいはいはい、トロ、うん、これ初めて見た、買ってこう。早い。お土産が決まるの早い。うぃー、はー、ようこそ牛久大仏。やばい。え、あそこまで行けるってこと？そうです、あの中まで入る。私も中入るの初めてです。あれ5階？そこしか見たことない。あれ5階？5階があの胸のとこって書いてあるから、ちょっと大仏だ、顎のっせ、顎のっせ。うまくない？え、すごい顔してた。すごい顔してた。彼氏か。ハイチーズ。彼氏か。あ、いい。頭。彼氏か。ハイチーズ。あ、いいね。彼氏か、やばくない。彼氏。セカさん。そう。セカさんだよね。そう。よかった、嘘つきあるね。うん。下じゃないかな。ここで、あ、そうそうそう。へたっぺだな。これあ、宣伝挟んだ。初めてカメ、うん、難しいね。はいはい。うまい。最後の流しうまい。聞いた。空がいいね。自分の方にちょっと引いて手を上に、さらに手を、あーすごい。でもなんかさ、あ、ちょっと待って、あ、ずれっと。はい、チーズ。大仏さんのさ、あれを掃除する人がいるんで、あそこまで上がって、ね、あー、なんかすごい、もっとなんか寄れそう。あ、すげえ寄れたんだけどさ。あ、いいね。いいよね。ちょっと寄れちゃったもんでさ。思いのほかね、うん、そんな力かけなくていい。思いのほか。思いのほか大丈夫。ね、思いのほかでしょ。なんか結構行かないといけないかなって思って勢いづけたんですけど、思いのほかでしょ、うん、思いのほか。ご利益ある映像を撮ってるわ今。マジで。はい、はい、来ました。王朝の鉢、ナムアミダブ、ちょっと6歩で渡らせていただきましょう。渡らせていただきます。ナミアミダブツってこと？ナムアミね。なんつった？ナミアムツ。失礼極まりないじゃん。ナムアミダブ。はいはいはい、行きましょうか。ナムアミダブツ。最後ダブツって。これ私もちょっと初めて中に入る。感動的です。一生懸命見ようとするとなっちゃう、なっちゃう、グキってなっちゃう、なっちゃうっていうぐらい高いんですよ。そうね。か、私が先ほど申し上げたように、ええ、あの久保さんから見た時のでボカーっていう出方ぐらいだけど相当でかいんですよ。いや、でかいよ。そうです、久保さんから見てボカーですからね。ボカーずっと言ってる。マジでムードも減ったくれもないんだよ。夜景見に行ったのに、うん、ボカーっていい雰囲気にならない。ボワーカーっていうか、すごい
出てるねみたいな。やばい、それはすごい、すごいタイプさん出てるねみたいな感じになっちゃって、焼きどころじゃなくなる。靴脱ぐ、靴脱ぐんだ。あ、すごい。あ、そうなの、靴脱ぐの、穴開いてるけど。靴が穴開いてる。嘘でしょ、嘘でしょ。今日穴開いてんのよ、靴。あ、そういうこと？え、そんなことないよ。え、それエレベーターなんですか？で、真っ暗だからこれ消さないとね。あ、そうだな。うん、バイバーイ。グーグー、わかるわかるわかる。突然さ、組みたら匂い嗅いで、あーってなっちゃった。食べたくなっちゃった。あ、お釣りもらいましたもらいました。もらったよ。あやばい。最近あのボケ始めた。確かに全然気づかなかった。ずっと置いてあったんですよね。もらいました。はい。よかったよかった。ありがとうございます。わかんなくなるよね。わかんなくなるね。確かにずっとね置いてあったね。はい、いただきます。開く。はい。はい、美味しい。うん。うめえ。うめえ。あ、あ、これね持ちますね。なんか観光地来たって感じ。うめえ。わかる。美味しい。うまい。うん。うん、食べる。はい、これとこれ同じの。はい、じゃあさ、ちょっと買ってくる。分かった、持ってて、うん、分かった。私が持って入れる。豆柴めっちゃいっぱいいる。預かってる。すっごい日本食ってる人みたいな。だいぶついな。うん、いい。ありがとう。買ってきました。すみません、この前も当たったやつね。ただただ食いしん坊みたいにこうみんな。2本持ってやがる。でもちょっとずつ減ってんの。あいつ食ってるよ。あいつ食ってるの。お土産ちゃんと袋に入れてきました。ありがとうございます。記念なんで牛久大仏の。ありがとうございます。2つに分けていただいて。はい、分けて。納豆スナック、私一押しのこの納豆スナックを買いました。納豆の明太とからしマヨネーズ。はい、明太は初めて見ました。あ、そうなんだ。だから私も食べてみたくて買いました。これは必須です。あ、必須アイテム。これはそれあのお酒のおつまみ最高。あのうまい棒みたいなもん。うまい棒の納豆味と思って美味しいから。え、うまい棒じゃないの？うまい棒とは書いてないね。うまい棒とは書いてないけど、うまかっぺって書いてある。うまかっぺよ。あ、な、茨城名物納豆スナック。うん、うん、穴開いてんの？棒なの？いや、穴開いてなかった。あ、じゃあうまい棒じゃないね。穴開いてなかったと思う。ごめん、開いてたらごめん。ごめん。あいつらごめん。よし、編集してる美佐子さんは知ってるから。あ、そっか、うん、そうだね、うん、うん。お楽しみ。じゃあ後ろ置いときます。はい。さあ、牛久どうでした？大仏。いや、思った以上の感動が。いや、あの私も初めて中入った。うん、あのもっとなんかあの大々的にウェイできるかと思ったら、うん、まあそりゃそうだよね、うん、あんな高いとこビルの28階って言ったっけ、27か28って言ってたから、うんうん、それは無理だわ。そうね、あれがゲームだ。そんなウェイはできないね。なかなか楽しかったですね、うん、
でかかったですね。下手したらバンジージャンプできる高さなんで。いや、そもそも最初そのじゃ茨城に行こうって言った時にバンジージャンプしたいとか言ってで、私も本当に死ぬほど高いとこ嫌い、うん、あのなんでああいう、ああいうふうに登るのは平気よ、うん、ビルとか、うん、あのジェットコースターとか、うん、あダメなんね。本当にダメで、うん、一回あのさどこだっけ、みなとみらいのさ遊園地みたいな、ちっちゃい遊園地みたいなの知らない、みなとみらいかな、あれかな、うん、横浜かな、うん、なんかちっちゃい遊園地みたいな、赤レンガ倉庫のところにあるね。そうそうそう、うん、あそこのあのなんか2カ所あるんですよ、なあのジェットコースターとあとなんかあの水に行くやつ、はいはいはい、スプラッシュマウンテンみたいな、うんうん、私どちらかというとスプラッシュマウンテン系は大丈夫なんです。ああそうなんだ。あのなんだろう、一回落ちる覚悟をするだけ、うんうんうん、スッっていうのだったら私は楽しめるタイプ。あーセンターオブジェアースダメなんだ。行ったことないんですけど。あーそういうことね多分行ったら死ぬかもしれません、はい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 、っていうぐらいちょっとそういう何ですか、そういうのこうグワンっていくの無理で、うん、一回そのじゃあ友達と行って、うん、そのあれに乗ったと思ったんですよ、そのスプラッシュマウンテンの方並んでたと思ったら、はいはい、間違えて、うん、ジェットコースターの、うんうん、終始ずっと叫び続ける、最後もうなんか若干もうみたいな感じになるっていう言うて私もジェットコースターそんな得意じゃないのよ。えでもなんでバンジージャンプなんて私生きててしたいと思ったこと1ミリもないよ。あのね一回やったのよ、うん、それが、うん、あのあそこでやったんだな、読売ランド。あでそん時もう闇の地獄で私、あ、はいはい、で己がね、そう、うん、我が、うん、で友達が、うん、もうそんなんだったら遊園地でも行こうと誘ってくれたわけですよ、うん、で行ったわけだ、うん、でバンジージャンプがあって、うん、やってよって言われて、うん、えと思って、私高いところそんな得意ではないよと、うんうん、なんだけど、うん、もう闇に病んでるもんだから、あ、確かに今これで死んだとてってバンジージャンプで考えて死ぬ気だったらできるかっていう謎の納得を出し、これ見に行きたい、病んでるな、やったのよ。そしたら楽しかったのよ。楽しかったの、うん、でもあれだよ、最後飛ぶ時に、うん、あの最後の瞬間何してたいかなってぐらい思って、うん、私は歌いながら死にたいと思って、うん、Fly me to the moon って教えた。もうなんか下の子供たちがお姉ちゃん頑張ってみたいな、スタッフさんが今飛んだらヒーローっすね恐怖を乗り越えたもんだから世界観がパッて変わって、あ、なんだ、なんか死ぬ気になれば何でもできるから、だったらもっと楽しいことしたいみたいに思考が変わったのよ。あ、でもよかったね飛んで。あ、そうなの。じゃあその時マジで友達に感謝だ。いや、そうそうそう、でもその友達がさなんか飛んだ写真を撮ってさ、顔写ってないからって言って、知り合いにさ、ジャンプじゃバンジージャンプ飛んだって、あたかも自分が飛んだようにいろんな人たちに送ってさスカイダイビング、うん、スカイダイビングやってみたいね。もうちょっと怖くて、これは本当にやってみたいな。これは本当にやってみたい。楽しそうですよね。うん。なんか地上見えるか見えないかってもう世界違う気がして。ああ。読みなんて高さ何メートルか忘れたけど、ビル7階分なんですって。そこまで。そう、そこまで高くない分ちゃんと地上見えんのよ。最後、最後です。バイバーイ。バイバーイ。はい、大仏、大仏ありがとう。大仏ありがとう。See you。大仏ありがとう。See you。また会うと思うけど、またあの多分実家帰るから通り過ぎるけど、バイバイ。バイバイ。あ、そっか。7階だったら、うん、そこまでか。だから下の声ももちろん全部聞こえるし、なんかだからこそ怖かったっていうのも逆にあって。なるほど。茨城のバンジーは 100m なの。そうだよね。そうだから、このあの胸のあたりより高いわけ。なんか大仏とかが飛び降りるぐらい。ああ無理無理、ああ無理、ああ無理無理、ああ無理で下川、ああ無理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 
あー無理、あー無理、私泳げないから。あ、私泳げない、無理無理。いやいや、そもそも高さから泳げるとかじゃないよ。もうもはや無理無理、もはやもはや。え、でもさ、あれってさ、もしものためにさ、誰か下で待機したりするのかな、川で。そんなことないのかな。うん、しないんじゃない。え、でもあれって、でもね、もちろん 100% じゃないじゃないですか。何かがある可能性はあるから。あれってなんか書かされるんでしょ。うん、そう、同意書が書かされるよ。もう何があっても、あ、そう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 、私の責任でござる、うん、そう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 、我が望んで飛び降りますっていう同意書ですね。絶対やだ。それがあります。で、確か読み段って700円とか800円なの、飛ぶのに。あの、園内の入場料と別に取られんのね。あ、そうなんだ。で、フリーパスってあるじゃん、遊園地ってさ、メリーゴーランドと全部乗れますみたいな。それにももちろん入ってなくて除外なの。っていう感覚で調べたらさ、いわゆるバンジージャンプ1万9000円すんのよ。すごいよね。1回のあれ、なんでそんなするんだろう。やっぱそういう装備の話とかなんじゃない、維持費なのかな、それとも本当に飛ぶんだよねっていう覚悟代なのかなっていう気持ちもあるけどね。だってそう気軽に飛べないじゃん。もちょっと行ってくるわじゃないもんね、うん、え、やるやるっていう人たちはまあ排除できるよね。ね、わかんない、金額の理由とかまああるんだろうね。ね、あるんだろうね。もう最初ね、そのバンジージャンプ出た時はもうどうぞご勝手にだったから、うん、で、いろいろ調べた結果ね、うん、あ、そう、あのね、そこまでが遠い。止まんなきゃいけない。もうめちゃめちゃ遠かった。止まんなきゃいけない、日帰りで旅できない。うん、まあ私たちのね、大仏、明太パーク、バンジーってなった時の時間配分おかしいなと。ちょっとね、うん、確かにちょっとおかしな話ね、うん、ちょっとおかしな話だなと。確かに思いましてね。いや、でもあれですね、日が沈むのが早くなりましたね。いや、そうなんじゃ、ちょっと焦ってきましたよ。わかります、わかります。明太パークでちょっと明太子つまんで、うん、夜ご飯じゃない。気づいた、気づいた。夜ご飯じゃない、やっぱり夜ご飯かな。か夜ご飯でせっかく大洗行くから、大洗の海の幸食べよう。あら贅沢。そうしない。あら贅沢じゃない。そうしよう、海の幸食べよう。大洗何食べたい。もうだから夕食。夕食何食べたいって今聞かれてます、うん。もうだ、ここまで来たらさ、美味しいの食べたいじゃん。食べたい。だから、でもせっかく明太パーク行くから、明太子も食べたいじゃん。食べたい。だからちょっと明太子をつまんで、お腹を残しておいて。ええ、そんな器用なことできる。目の前に明太子が大量にあって、ご飯出てきて、胃袋の半分ぐらいを残すみたいな、そんな器用なことできる。私やろうと思えばできる。え、こそ制御能力高い。制御能力高いよ、多分、メイビー。出てみないとね、そんな。わかんない、わかんない。ただ、明太子あったらちょっとあのハイボール一杯いいですかっていうかもしれない。あ、なんかちょっとおつまみしてもいいですかっていうのあるかもしれないけど、そしたらご飯じゃなくて明太子とハイボールで私は終わりにできる。確かに。私はフィニッシュできる。確かにフィニッシュだわ。私はフィニッシュできるけど、海鮮食べたいじゃん。で、海鮮丼、海鮮焼く、どっち焼きたい、焼きたい、生刺身って言って。お魚天国生き生き店っていうのは、生き生き店でもね、6時半で終わっちゃう。いや、みんなね、あれなのよ、業界の人たち朝早いんだな。そうだよね、早いね。え、どうする、どうしようか。行き当たりばったり。でもこれの明太パークの本当にあの物量にはよるんですよ。そうだよね、うん、明太パーク。
やだ明太パークでハモることある、ね、ないよね。もうさ、私さ、大洗ってさ、思い出さ、ナンパスポットしかなくてさ。ナンパスポット大洗ってナンパスポットなの？やっぱりなんかガールズ&パンサーのイメージめっちゃ。だからそれは私がいなくなる前の話、いなくなった後の話ですよ。後の話ね、うん、私がいた時は、うん、何もそんな栄えてないからさ、うんうん、で、大洗夜中に駐車場があるんですよ、はいはい、ビーチ近く、はいはい、そこに今あるかどうか分かんないよ、うん、当時ね、うん、車を止めとくんですよ、女の子は。あら、え、おーおーおー、車を止めとくんです。おお、そしたらおすごい食いつきおお、そんでそしたら男性陣がくるくる回るんですよ、車で。あ、女の子がこう何台か止まってるでしょ、うん、いや、もう深夜よ、もう12時近くよ。で、そこにクル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 クってこう男の人がくるくるこう明かりを当てながら回るんです。そしたらこの女の子いいなって思ったところにつけるんです、横に。へいっつって、へい、お姉ちゃんたちどうだいみたいなっていうのが昔あったんです。時代あったんですよ。今もあんの？わかんないけど当時ありました。当時あって、もうなんか東京ナンバーの東京の、あ、もうナンパしに来て、そう、ナンパわざわざなんかここら辺面白いって聞いたから来たんだよねっていう大学生。そこでどうこうなるっていうよりかは、そのいろんな人種を見て楽しむみたいなのが一時期友達とめっちゃハマってて行ってた。なんか私の中で大笑いって言われるとナンパスポットしか分かんないめちゃめちゃウケる当時まだ 10代ぐらいの私ですね。もう免許取り立てで、みんなで大笑いまで行こうぜみたいな。え、なんかナンパスポットあるらしいよ、やば、じゃあ行っとくみたいな。観光じゃん、もや。もう楽しかった。うわ、なんか大笑いのそのナンパスポットと、あと筑波にもあったんだよね、同じような感じのが、うん、当時、はいはい、だ、筑波も行ってなんかちょっと話したりとか、なんかいろんな人種を知る人種をね、観察しちゃうやつね。そう面白かった。すごっていうのありましたね。今あるんだか知らないですけど ね、調べたらあるかな。あ、出るんじゃない、ちょっと見てみる。あんのかなあんのあんの、茨城ナンパここへ行け出てきちゃったの。ストナンおすすめスポットやバークラブ22層。あ、クラブね、クラブとか、ね、クラブね、そう、クラブね、うん。あ、ほら、茨城のナンパスポット筑波駅周辺、当時ね、筑波駅周辺じゃなかった。なんか当時の多分、ごめん、筑波はなくなった。なるほどね、場所移動してんだ。移動してますね。大洗サンビーチ海水浴場、ほらね。はいはい。ほら、マリンスポーツが好きな女性やアクティブな女性と出会いたいならビーチでナンパがおすすめです。笑っとる。いや、それでカップルになってさ、めっちゃ話して趣味あってさ、結婚した人だって絶対いいんだべ。ごめんね。ごめん、違う。ちょっと違う、なんかあれね、違う、なんかもうあまりにもさ、狙い目はここだよみたいな言い方を書いてあったからちょっとそれが受けちゃった。いや、あのキャッチコピーがね、そうキャッチコピーが、ごめん、私そこに受けた、ごめんね大丈夫よ、全然大丈夫よ。いやおもろいでしょ、そんな、ね、狙い目書くみたいな。おもろいでしょ。でもそれがさ、今まだサイトにあるってことは、うん、それを調べていく人がいるってことでしょ。そういうこと。だから当時、でも当時こんなにさ、それこそネットで、だ、当時ミクシーじゃん。うん、ミクシーだね。ミクシーだよ。ぐらいじゃん。ミクシーだね。だって スマホなんて時代じゃなかったからさ。うん、だからちょっとその調べたのも人づてだよね。だから当時はさ、うん、
あるらしいよ、うん、なんかそれこそ口コミで、そうだよね、噂でだよね、そうそう、え、あるらしいから行ってみるみたいなので行ってみて、そうだね、あったねみたいな、うんうんうん、だったから今はこういうちゃんとちゃんとしたちゃんとした情報を得てね、あ、これめちゃめちゃ笑うとるやん。ヤフー知恵袋聞きます。あ、はい、どうぞ。大洗サンビーチの駐車場で深夜に車が集まってぐるぐる、何してるの？大洗サンビーチの駐車場で深夜に車が集まってぐるぐる回ってました。徐行くらいのスピードです。あれは何をしているのでしょうか。非常に不思議です。真夜中の3時ぐらいです。レースしてたり走り屋なわけではなさそうですが、不気味です。え、回答は？大洗では有名なナンパスポットですね。もう何十年も前から同じことをしてます。正解正解。すごくない？そうなんだ、知らんかったな、うん、でもなんかそういう風習がどっかにあるのは聞いたことあったの。本当、田舎ですから、うん、田舎ですからね。でも特にはなんかあの富山湾ではないよ。ないんだ、うん、富山湾ないね。本当、うん、聞いたことはない。私が真面目に行き過ぎたのかかもしれない。ちょっと私あのね、高校までは結構真面目に来たんですよ、うん、高校卒業したら高外れちゃって、はいはい、なんか高校卒業デビューみたいなやつ、なるほど、イエーイみたいな、なるほどなるほど、深夜の遊び楽しいみたいな感じになっちゃった、なるほど、時期がちょっとだけありまして、親を泣かせた時期がちょっとだけ帰ってこないみたいなね、あ、時期がちょっとだけありまして、なるほどね、それね、私ね、ないんですよ。あ、すごい、あの門限、高校生の門限8時だったんですけど、早っ、うん、中学の時が7時かな、うんうん、あのね、2分遅れてね、締め出されたことはあった。へえ、うん、真面目だね、うん、ね、対照的じゃない、なんかね、うち大学でもなんかね、大学入ってさ、地元久々帰ってさ、オールするって言ってさ、電話したらさ、学生がオールとは何事と迎えに行くって言われたから厳しいご家庭で、二十歳過ぎてんのよ、すごいね。そう、箱入りなの、すごいね。私全然だったから、なんか、ま、でもめっちゃ迷惑かけたけど、うん、ウェーってなんか高校まではしっかり卒業しなきゃと思った、うんうんうん、で卒業したら楽しくなっちゃって高校卒業したら楽しくなってたか、うん、なんかもう親の元離れられるぜ、だ、勘違い出た、うんうん、出た勘違い、出た、親のすねまだかじってんのに私一人で生活できるって勘違いして、勘違い起こっちゃった、そう、勘違い起こしてわーいっつって深夜遊び回るみたいなのをしてました。やったわけですか。まあでもそんないっぱいしてませんよ、うんうん、あのある程度やったら飽きました集中してね、そういうことねやると飽きるの、人って。まあそうね、うん、なんかそういうのさ、若い時にめっちゃ遊んだらもうとりあえず遊び尽くしたからみたいなね、そうなんなるらしいですよね。そうそう、遊び尽くしてこなかったんで、あ、そっかだから今も遊んでるんじゃないかと私結構ねやんちゃをしたので、わーっ、うんうん、ギャー、そこでなんかもうやり尽くし、短期集中型、短期集中型とかある分かんないけど、でもありそうだな。で、多分そこで遊んだからもう別に遊びたいとか全く思わない、